ご通行中の皆さん、お騒がせします。これから約1時間20分ほど街頭宣伝を行います。特定の宗教や政治団体に関係のない市民の集まりの街頭宣伝でございます。しばらくお騒がせいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。憲法9条の下で集団的自衛権は許されない。これは歴代の自民党政権の一貫した憲法解釈です。1972年9月14日に吉国一郎元内閣法制局長官は、憲法9条をいかにどう読み込んでも集団的自衛権を読み込むことができないと述べました。1983年2月22日には平和の党だった公明党の市川雄一元書記長の質問に対して、角田礼次郎元内閣法制局長官は、集団的自衛権行使を明確にするのであれば憲法改正という手段を取らざるを得ないと述べています。そして安倍首相の生みの親ともいえる小泉純一郎元首相、2001年集団的自衛権は憲法上許されない。これが今までの一貫した憲法解釈であると述べました。そして2004年2月27日には、憲法について考え方の分かれることは憲法の解釈を変えるのでなく、正々堂々と憲法改正の議論をするのが筋であると述べているんです。安倍政権の強引なやり方によって2015年9月19日に可決された安保関連法のやり方に対して、小泉純一郎元首相は2015年6月4日の憲法審査会において、日本を代表する3人の憲法学者が全員憲法違反だと言ったら一泊を置かなきゃいけない、自民党推薦の長谷部康夫早稲田大学教授が憲法違反だと言ったら安保関連法はアウトである、なぜ安倍首相は強行するのかと言いました。小泉純一郎元首相といえば、本来憲法的に言えば憲法擁護尊重義務に触れるような憲法改正を首相として初めて口にした方でいらっしゃいます。しかしそれでもちゃんとした手続きは取らなきゃいけないんだ、そういったことはちゃんと分かっているということを示しているんだと思います。自民党の国防族のトップだった山崎拓元副総裁、安倍政権のこの安保関連法に対して憲法解釈で曲げるようなことは許されないことだ、アメリカの言う平和というものは守らなくてはいけない、こういうふうにおっしゃいました。自民党の OB3 人、ムーミンパパと呼ばれた竹村正義元官房長官、そしてハト派の藤井博久元大蔵大臣、若い頃青嵐会にも関係のあった亀井静香元建設大臣、この 4人で反対の記者会見まで開いたんです。そしてそういった中で亀井静香元建設大臣は次のようなことをおっしゃいました。安倍首相は国家にとってこんな大事なことを決めるんであれば国民の信を問わなくてはいけない、そんなことは小学生でも分かることだ、こういうふうに言って亀井静香元建設大臣は安倍首相の強引なやり方をとても強い言い方で批判をしました。そして憲法解釈で曲げることに関しては
自主憲法制定論者だった村上正邦元参議院会長、いわゆる日本会議を作ったお一人の方も次のような言い方をしました。憲法を解釈で曲げるなんていうことはけしからんことだ。アメリカの言いなりになって海外派兵する加減することは将来必ず禍根を残す。本来だったら安倍君本当によくやった、俺たちの時代でできなかった、憲法を改正しなければできなかった、集団的自衛権行使を限定的にせよ認めるようなことにした、本当にあんたは偉い、こういうふうに言わなければいけない先輩たちがなぜこぞって、小泉さんだってなんでこんなやり方をするんだ、国防族のトップだった山崎拓元副総裁なんでこんなひどいことをやるんだ、それは憲法の枠ということを超えてるということをあの人たちは分かっているということなんです。石破茂元幹事長、先の自民党総裁選において一般投票で安倍首相に対して 45% の得票をしました。石破茂元幹事長は与党協議の時はもっと慎重にしなきゃいけない、こう言って高村正彦元副総裁に与党協議の窓口を変えられたんです。その石破さん、今も憲法を変えるより前にやらなきゃいけないことがあるじゃないか、やはり元田中派ということで分かってらっしゃるんだと私は思っています。安倍政権の安保関連法は憲法をいかにこの法案に適用させるか、法的安定性は関係ない、合憲か違憲か議論をしても意味がない、こんなひどいやり方で通したということが問題だというふうに申し上げたいんです。集団的自衛権行使を可能にするんであればまず徹底的に議論して憲法を変える、そしてその上で憲法を変えたことに基づいて国家安全保障基本法をちゃんと制定して、その上で丁寧に個別的な法律を整備していく、これが正しいやり方なんです。しかし安倍さんのやったことは憲法の番人である内閣法制局長官に自分のお友達の憲法の素人小松一郎前長官という人を持ってきた。この方は安倍首相の非敵査問会議安保法制官第一次安保法制官に関わった方で、国際法の専門家ではあっても法制局長官の要件たる憲法については素人なんです。憲法解釈で変えるために自分のお友達を持ってくる、しかも無資格者と呼ばれる人を持ってくる、これは会見はすべきだという人でもいやそれはまずいよ、ちょっとやりすぎだろう、これが昔の日本の常識だったというふうに思うんです。そして安倍政権はこの憲法解釈の変更の審査の記録の過程さえも残していないんです。今の政府のデータどうですか、嘘がついているようなことが平気でまかり通ってる、政府が言ったデータ信用できない、盛りかけ問題、文書の偽造変造捏造、そんなことが平気で行われている、まして憲法の根幹である解釈を変えるのに審査の過程さえも残さない、公文書管理法第4条に違反することなんです。安倍首相は先般小西洋之参議院議員に法の支配の逆の意味を知ってるかということを聞かれてヘラヘラ笑うだけで答えることができなかったんです。法の支配を無視すること、つまり人の支配、すなわち安倍さんの支配ということを意味するんです。憲法の上に安倍さんがいるわけではありません。安倍さん外国に外交の安倍とか言って得意そうになってお金ばらまいてますけども、安倍さんのお金じゃないんです。国民のみんなが
一生懸命働いたお金を安倍さんは渡してるんです。そうであればちゃんと国民が大体の人たちがいいっていうふうに言わなければ憲法の根幹を変えていいわけがないんです。安倍首相は私は国家だこんなことまで言いました。私は国家だ。そうです、フランスの太陽王と言われたルイ14世の言葉なんです。そして安倍さんは立憲主義とは絶対王政の時代のものだ。年配の方々も含めてお若いだと思うんですけども、昔の社会科の授業で立憲主義とは絶対王政の時代なんて何言ってるんだっていう話じゃないでしょうか。そしてさらに私は森羅万象を担当してると言ったんです。森羅万象、全知全能の神なんです。自民党改憲草案、皆さんお読みになったことありますか。2012年4月27日の自民党改憲草案第1条、天皇陛下は元首になっているんです。そして現行憲法では天皇陛下であろうと99条の憲法擁護尊重義務というのを負っていますが、自民党改憲草案102条第1項、主権者である国民に憲法を守れって書いてあるんです。そして102条第2項、天皇陛下は憲法の守る擁護尊重義務の対象外だって書いてあるんです。つまり天皇をいただく国、これが自民党の改憲草案ですから、天皇が一番上にいなきゃいけないんです。ところが安倍さん、森羅万象って言って天皇陛下まで超えちゃったんです。さっきの天皇陛下が上皇におなりになるときに安倍さんは健康をお祈りしますみたいなことを逆のことを言ってしまったんです。天皇陛下の平和をに体が元気でいらっしゃることを祈りますと言わなきゃいけないのに逆のことを言う、これって上皇に甚だ失礼なことだと思うんです。つまり何を言いたいのか、総理である以前に総理をやる立場としての資質ということが問題だと思ってるんです。立憲主義とは絶対王政の時代だ、森羅万象だ、私は国家だ。そして天皇陛下には2013年4月28日には天皇陛下万歳と試験回復の日に行って貶としめした上皇を困らせて、そして上皇が天皇陛下を退任するときには健康を祈りますの逆さまの言葉を言ってるんです。成城大学、成蹊大学が出身校ですが、自分の母校である成蹊大学の成っていう字がちゃんと書けないんです。総理である以前にちゃんとした国語常識や憲法についての常識を知っていないということが私は問題だと思っているんです。今前の自民党政権は何があろうと法の支配というものをやってきた。法の支配を無視する、自らが森羅万象、私は国家だ、こんなことを言うような首相はいなかったと思うんです。そしてそういうことを言っても恥ずかしげもなく居座る。森かけ問題で野党に追及されたときに、この問題に私と昭恵が関わってるんだったら首相も国会議員も辞めると彼は言いました。しかし恥ずかしもなく続けている、これは非常に大きな問題だと私は思っています。安倍首相のお父さん、安倍晋太郎元外務大臣、保守本流と組んで総理の座を目前に病で倒れた故安倍博士元衆議院議員、立派なお父さんを持っているおじいちゃんがいる。そしてそのお父さん、保守本流と組んで総理の座を目前に倒れた政治家でいらっしゃいます。そのお父さんが酒を飲んだためにこぼした逸話があります。心臓だけは政治家にしてはいけない、心臓は人の心がわからない、異なる意見に耳を傾けることができない、だから国民がいくら反対だ憲法違反だって言われても私は国家だから森羅万象だから続けていい、それは根本的に大きな
問題だと思うんです。そして中曽根内閣の時に憲法9条は変えないと言ってきた田中角栄元首相の送り込んだお目付役後藤田正春元副総理の言葉もあります。岸信介の血を引く安倍君が危険だ。岸の血を引くだけでないんだ。人としての情と恥を知らない、恥を知らない。私は国家だ、神羅万象、立憲主義とは絶対王政の時代だ。そういったことを言っても恥ずかしくてもなく平気で入れる、これが我が国の首相の実態だと思います。アメリカのトランプ大統領、日本に今来ていらっしゃいます。そして今は北朝鮮との対話への道に舵を切られてますけれども、発足当時は北朝鮮に対して先制攻撃も辞さないとしてきました。アメリカがもし北朝鮮を先制攻撃した場合、アメリカ本土に打ち返すことをできない北朝鮮はどうするのか、在日米軍基地を狙ってきます。俺たちもやられるんだったらアメリカの手先もこの際やってしまおう、こういうふうに思われて日本海側にずらっと並んでる原発群めがけてミサイル撃ち込まれてしまったらこの国は終わりなんです。スタンダード SM-3 を使おうがエイジス・アショーを使おうが7分から10分ではミサイルを撃ち落とすことはできないんです。そうだとすればおかしな人には刺激しないで上手に付き合っていく、これが今前の自民党政権の知恵だったと私は思っています。トランプ大統領は日本に欠陥品と呼ばれる武器まで世界一高く売りつけています。そして思いやり予算を高く計上しています。そしてヨーロッパで輸入禁止になっている危険な成長ホルモン入りの牛肉があります。ヨーロッパで輸入禁止になっているものを勝って日本が原発を落とされたように黄色人種だったら食わしてやってもいいじゃないか、こういうふうに売りつけようとしているトランプ大統領に対して我が国の首相は何て言ったか、 Look at me って言ったんです。64歳の我が国の首相が70歳過ぎたアメリカの大統領、しかも日本に変な武器を売ったり成長ホルモン入りの牛肉を売りつける、こんな人体実験みたいなことをやろうとしている人間に向かって何がルックアットミーなんでしょうか。昭恵さんにルックアットミーっていうなら分かりますけども、どこかの都知事じゃありませんがアメリカに対してもノーということは言わなきゃいけない。憲法を変えるより前に変えなきゃいけないのは沖縄で散々悪さをやってる海兵隊なんかを処罰できない、首都圏の空の自由がない日米地位協定、これをちゃんと変えること、そして我が国の主権を取り戻すこと、これが本当の保守のやるべきことだと私は思っています。かつて自民党の改憲ブレーンだった小林節慶応大学名誉教授、私の大学の時の憲法関係の担当教官だった方です。この方も今の自民党の人たちは本当に憲法とかは分かってないから付き合ってられない、こういうふうなことを言いました。憲法とは何か、国家権力を縛って国民の権利を守るものです。そういったことが分からずに国民に憲法を守ってが憲法を守って当たり前だというふうなのが今の自民党、丸山維新の丸山さん、戦争をやって北方領土解決、こんなことを言うような人たちがぞろぞろいるのが今の日本なんです。保守であれば守るべき国益があります、守るべき国家主権があります。国民の命と暮らしを守るのがこの国の政治なんです。アメリカに尻尾を振れるまで切れるまで振るのがこの国の首相のやることでないと思うんです。今前の自民党政権、好き嫌いはあるかもしれない、でもそれでもちゃんとした憲法の枠の下での政治はしてた。田中角栄元首相も1972年自民党総裁選に立候補した時の外交政策集に次のように書きました。我が国は軍事大国の道を目指さず9条を基本にした平和外交を進める、歴代政権はそれを守ってきました。そしてこうも言いました。今は戦争を知っている人たちがいるから
いいけども、戦争をしなくなった人たちの日本が心配だ。今まさにそのことが起きていると思うんです。安倍首相による会見は憲法違反と呼ばれた安保関連法を合憲化することなんです。たとえ保守だろうと憲法違反のものをありえないやり方で通すということは到底容認できるものではありません。沖縄の海を命がけで守ろうとした故尾長武七里も立派な本当の保守本流でした。保守本流だった加藤紘一元幹事長も戦後の日本は憲法9条が守ってきた、9条は一言たりとも変えてはいけないと言いました。憲法を守り平和主義を実践してきたのが保守本流です。文書改ざんなどをするようなことが保守のやるべきことではないんです。この参議院選挙、日本の未来がかかった選挙になります。未来の子どもたちに平和主義と民主主義を、法の支配を続けなければいけない。人の支配を平気でやるようなところは終わらせなきゃいけない。たとえ保守であろうとそんなことをやっちゃダメだ。そういうことでお灸を据える、それが本当の保守の矜持だと思います。皆さんよく考えてください。ありがとうございました。しばらく沖縄のアメリカ軍の基地の話をしたいと思います。先日嘉手納基地から流れる地下水の中に六角ルームが発見されました。有害物質です。沖縄の人たちはアメリカ軍の基地の中からいろんな有害物質が流れるようそんなところで生活しています。沖縄アメリカ軍にとって沖縄の人の健康などは本当に軽いものなんだ、そういうふうに思います。アメリカ軍軍政下の中で沖縄の人がアメリカ軍の基地の中で引き殺されたという事故がありました。その時の見舞い金はたったの7万円だったそうです。復帰してからも沖縄の少年がアメリカのトラックに引き殺されたという事故がありました。その時アメリカの兵隊は西日が眩しくて沖縄の少年が見えなかったんだ、その一言だけでした。その一言でその兵隊は何の咎めもなしにアメリカ本土へ帰ったそうです。地位協定というのがあってアメリカの兵隊がどんなに悪いことがあっても日本の法律で裁けない。去年アメリカの兵隊が拳銃を持ったまま基地の外へ出て行方不明になるという事件がありました。その兵隊ももうすでにアメリカ本土へ帰ったそうです。日本の法律で裁ければ当然銃刀法違反です。日本の法律ではアメリカの兵隊がどんなに悪いこともやっても裁けないんです。地位協定の中では地位協定というのは西ドイツもイタリアもありました。でもドイツ政府、イタリア政府は頑張って地位協定の改定をずっと進めてきたんです。その結果ドイツ国内で起こるあらゆるアメリカの兵の犯罪をドイツの法律で裁けるようにしました。アメリカの基地の中の捜査権さえドイツは手に入れました。イタリアもそうです。イタリアの国のどんな悪いことでもイタリアの法律でアメリカ兵の犯罪はイタリアの法律で裁けるようにしたんです。イタリアのアメリカ軍の基地の中の捜査権さえイタリアも手に入れてます。いまだに属国のような日本のような地位協定を持っている国は本当に少ないんです。韓国も地位協定はあります。日本と同じような属国条約です。でも韓国の文大統領はアメリカと交渉をして地位協定の改定を求めてます。今トランプ大統領が日本に来て安倍首相がおもてなしをしています。でもそんなことするよりもまず地位協定の改定が必要なんじゃないですか。いつまで属国のような条約を結んでなきゃいけないのか。地位協定というのは何も沖縄だけではありません。日本本土もそうです。東京の横田上空には横田空域という広大な空域が
アメリカ軍専用の空域として日本の飛行機がほとんど飛べないんで、ほとんど全然飛べないんです。2020年東京オリンピックに向けて外国の人が増えるから横田空域を使わせてくれ、日本政府はアメリカ軍にお願いしに行ったんです。その結果ほんの一部かすめる程度やっと使わせてもらえるようになりました。でもドイツもイタリアもドイツ政府イタリア政府が頑張って地位協定の改定を求めてきて、ドイツの空域は全部ドイツの管制下の中、イタリアの空域は全部イタリアの管制下の中になったんです。安倍首相はゴルフや相撲観戦をするよりも地位協定の改定をアメリカに求めるべきだと思ってます。僕は沖縄の嘉手納基地に入ったことがあります。嘉手納というのは東京都品川区とほとんど同じ大きさの広大な軍事基地です。昭和30年代にできた4000メーターの飛行場はずっと東洋一と呼ばれていました。そしてその飛行場から一山越えてアメリカ軍の住宅が広がってるんです。入ってみてびっくりしました。すっごいところなんです。広い芝生の敷地のところに家が5、6軒並んでるとプールがありました。そしてそのプールを過ぎてまた家が5、6軒並んでると今度はテニスコートが3面ありました。今そういう住宅がほとんど空き家なんです。それもすぐ納得しました。第二次世界大戦の時日本中900万人の家が焼かれたと言います。その時アメリカが日本に落とした爆弾の総数は19万トン。ベトナム戦争当時アメリカがベトナムに落とした爆弾の量は225万トン、実に日本の十数倍の爆弾を落としているんです。その重大な出撃基地の一つがカデナでした。だからベトナム戦争当時カデナは人がいっぱいいたそうです。 B52 がベトナムに向かって毎日のように飛んでいたそうです。爆弾だけではありません。枯葉作戦の C-130 輸送機も沖縄から出撃しました。普天間もそうです。普天間は海兵隊です。海兵隊はベトナム戦争当時ベトナムで何週間か戦争をすると日本に戻ってきて何週間か休暇を取る、そういう出撃サイクルだったそうです。だから普天間もベトナム戦争当時は人がいっぱいいたそうです。ある本によりますとベトナム戦争当時極東にアメリカ軍の3分の2がいたと言います。今普天間も辺野古も普天間もカデナもガラガラなんですよ。新しく辺野古に海兵隊の基地を作るって言った時信じられませんでした。え、カデナだってガラガラだし普天間だってベトナム戦争の時に比べれば兵隊の数なんかびっくりするほど減ってるんですよ。本当に新しく海兵隊の基地が必要なのか。オバマ大統領は海兵隊は全部グアムに引き上げると言ってました。それも当たり前だと思ってました。もともとは沖縄の基地というのは昭和20年代30年代にどんどん大きくなっていったんです。その理由は仮想敵国はソビエトです。インドシナ戦争です。だからソビエトが崩壊しインドシナで戦争が終わった時点でアメリカの中の沖縄の基地の重大さっていうのはもう落ちてるんですよ。でも沖縄の基地の返還するスピードっていうのは思ったより全然遅かったんです。2年ほど前半分だけ帰ってきたヤンバルというところがあります。ただのジャングルです。どういう場所かというとベトナム戦争用にアメリカの兵隊を軍事訓練するそういう場所でした。だからジャングルの中にベトナムの村まで作ってあったそうです。そういうとこでさえ半分だけ返還するのに40年以上ベトナム戦争が終わって40年以上かかってるんです。理由の一つが思いやり予算です。使ってないような基地まで基地の予算、経費まで日本が出してるんです。沖縄のアメリカ軍の基地は水道代も電気代もタダだそうです。ある沖縄の軍事基地で働いてる人に聞いたらアメリカの兵隊は留守の最中もずっとクーラーつけっぱなしで出かけるそうです。なんで出かけるのにクーラーつけっぱなしなのって聞いたら帰ってきた時暑いじゃないか、そう言われたそうです。アメリカの基地の中には
商工用にゴルフ場のコースまで何面かあるんです。そしてゴルフ場の管理人100人以上、日本が思いやり予算で給料を払ってるんです。ゴルフ場の管理人だけではありません。バーテンダー、それから宴会場の人、そんな人の給料も日本が思いやり予算で出してるんです。本当に思いやり予算が必要なのかどうかも分かりません。そしてもう一つ、地位協定というのがあります。アメリカの兵隊がどんなに悪いこともしても日本の法律で裁けない。いまだに地位協定があるのは日本だけです。地位協定があるのはっていうか、地位協定は今でもドイツでもイタリアでもあるんです。ドイツ政府、イタリア政府はどんどん頑張って地位協定の改定を求めてきました。大体沖縄の基地というのはもともと仮想敵国はソビエト、共産主義者です。ソビエトが崩壊した時点で沖縄の軍事基地の意味合いは落ちています。オバマ大統領が海兵隊は全部グアムに引き上げると言った時、日本政府が辺野古に新しく基地を作るから海兵隊にいてくれとお願いしたそうです。でももともとアメリカがなんで日本や沖縄にいるかというと、日本や沖縄を守るためではありません。アメリカは自国の利益のための世界戦略、そのために沖縄や日本に駐留してるんです。これ以上沖縄に新しい基地は必要ないと思ってます。オバマ大統領が言った通り、海兵隊は全部グアムに引き上げてもアメリカ軍の基地のアメリカ軍の中ではもう大丈夫だという結論だそうです。新しいアメリカ軍の報告書の中には辺野古の基地の移転というのはないそうです。それもすごくわかります。アメリカ軍の基地というのはもともとすごく地盤のいいところでしか基地がないんです。地震があってもほとんど被害の出ない地盤のいいところを選んでアメリカ軍は基地を作っているんです。今辺野古の沖に軟弱地盤があると言われてます。そこに杭を作って飛行場を作ると言ってますけど、そんな不安定な場所にアメリカ軍が基地を求めるわけがないんです。日本政府がわざわざお願いして海兵隊の基地を作ってる、本当にそんな必要があるのか。問題は中国脅威論です。でも中国はもう世界ナンバー2の経済大国です。その経済大国を支えるのはアメリカや EU や日本に物を輸出して中国の経済は持ってるんです。そういう経済のリスクを背負ってまで、例えば中国が日本の占有支配している尖閣列島を攻めてくるなんていうのは漫画の中の世界しか考えられませんよ。軍事力で平和を求めるのは無理です。でも相互依存さえ深めていけばもう戦争なんかできなくなるんですよ。新しい沖縄のアメリカ軍の基地は必要ないと思ってます。それが僕の主張です。どうもありがとうございました。